たは占いチャンネルです。今日はサバンナ高橋さんが最近結婚されましたけれども、奥さんとサウナ婚ということで占ってみました。まずはですね、見た目の相性診断ですけれども、15年前からやってる見た目の相性診断、サバンナの高橋さんは面長で目が丸い人になります。本来ですとこういうお顔の方っていうのは、こちらですね、サバンナの高橋さんがこの A のタイプの、こちらのタイプ、中井くんと同じタイプになりますので、相性がいいのは8番の女性になります。まあ、本来であればこういうお顔が合うんですけれども、深田恭子さんみたいな、ただ今回 の彼女っていうのはこちらなんですね。なので全然もう20点です。目が相性はいいですけども、でちなみに前のパフュームのあーちゃん、彼女元カノはもうこちらですから、同じ顔ですから、もう0点でしたね。まあ、ただ前のあーちゃんの場合は眉毛が濃かったので、まあ、薄いお顔、薄くて長いお顔と濃くて長い顔で、まあ、一緒だったんで、ここはもう本当にこの眉毛だけで20点稼いでたっていうような、そういう感じなんですけど、なんかこの人っていうのは、まあ、なんでこういう風になるのかなっていうのが空房 の性格に出るんですけれども、で、まあ、今回のこの彼女も、この彼女も眉毛が、目がすっきりしていて、眉毛が濃くて、濃くて、長い顔なんだけど、まあ、この人のポイントとしたら、眉毛が濃い人が好きなのかなっていうような感じです。そして、じゃあ、空房、土のと魚を日中に持つ、サルトリ空房の彼です。そして、奥さんも、カノエの達の会合を持った、サルド州までのサルトリ空房、スーパースターのカリスマ星の、スター星がついてますので、まあ、非常に目立つ人、まあ、グラビアやってすごくこうセクシーな体つきされてる方ですけれども、でこの、サルトリ空房というのはですね、トラウ空房と同じグループ、現実的で緩い天然のグループになりますので、まあ、仕事星だったりとか恋愛に打ち込むこのグループと、あと、まあ、芸事に打ち込む、好きなことに打ち込むこのタイプとは、まあ、全然違う、ゆるい日常を生きる現実的なグループになります。で、まあ、一応この現実ゆるグループの考え方、安心した生活、家族や自身の心地よさのためなら夢や仕事、恋愛を二の次にできる人ということです。でなので、まあ恋愛二の次なんで、もうどうしてもこう自分のタイプを長年待って探していくというよりは、本当にこう行き当たりばったり的な恋愛になるのがこのサルトリ空房になります。では、先に四柱推命をいきたいと思います。まあ、この方こういう、夏の柱で生まれた、年で生まれた、月運が冬、1月の冬月ですので、まあ、こういう感じの夏と冬ですから生きやすい人なんです。そして、まあ目立つところは陰と陽、陽と陰ですね、がこの方は陰ばっかりなんで、見えてるところが陰というのは女性的ですから、まあ女みたいな男っていうことです。それで、あとはただこれ土と土ですから、これ未経になります。未経の人は、まあ、実現力みたいなものがあるので、まあこういう芸能界の荒波をうまくすり抜けてこうやっていかれてる方なのかなっていう感じ で、あとはですね、じゃあどういうこの人、どういう人かっていうと、古くて自分だけのこだわりが強い人になりますっていうのは、これ土が硬いですよね。土と、まあ、土が古臭いこの土の音が3つもあって、それが被験になってますので、結構頑固もの であとはもう性感変感変感になってるので、もうこれだけ性感と変感があると、もうこだわりが
自己流のこだわりが強くて、結構めんどくさいタイプになります。で、なのでまあサウナがに異常なこだわりを見せてるのかなっていう感じです。で、まあ、自分だけで楽しむんじゃなくて後輩なんかにもなんか無理強いしたりっていう、そういう印象がありますけれども、でこの方はエロス2つ、エロスの10日冊2つ持ってますので、自身のところにはそんなないんですけど、若い頃20歳までの柱にエロス1つと、配偶者の彼女をどういう人を選ぶかっていうところにもエロスが来てますので、若い頃お盛んで、そしてエロい女が好きだってこと、そういうエロス2つになります。で、まあ、どういう奥さんをもらうのかっていうと、この看護が、まあ、すぐ近くの看護が成果になっていて、でちょっと離れたところの看護も成果になっている。でこれ病が両方ついてますので、これまあ、でエロスが2つですから、セクシーで性感ですから真面目 ですぐ近くにいる女性、そして闇系だっていうことなので、今の奥さんのような感じかなっていう感じです。そしてじゃあ、奥さんですけれども、この方はもうすごいですね。スター星あって、で会合も、カノエの達の会合がありますので、まあ、非常にまあセンセーショナルな出方ですね。この人の奥さんで出てきたっていうような感じですので、でこの方はですね、強いんだけど、カノエの達って非常に強い、負けん気の強い人なんだけど、まあ、ちょっとこれ3月の5日でちょうど境目なんですね。2月と3月の境目なんで、両方一応書いたんですけれども、どっちになってもこれ木なんですね。木と金なので、ちょっと未熟になるので、強くて儚い、強くてか弱い感じのタイプの、ちょっと守ってあげたい、なんか頼りになる場面面と、ちょっとか弱いところがあって、そういうちょっと強弱があるような女性。そしてまあ自身のところにこれ うが近いですから、エロスがあるので、まあセクシーな女性だってことです。でじゃあどういう男性を選ぶのかっていうと、これまた看護がすぐ近くにありますので、身近で、そして介護の柱ですから大物、そして陽が来てますので、十二運がこれ子供っぽい男性、身近で大物で子供っぽいというと、この彼のイメージ雰囲気だと思います。そして、お二人ともですね、目立ったところに火がないんですね。まあ、ここに虎月だったらちょっと火があるんですけども、で水が結構多いですね。このここの水気、ここの水気で、水気ここにも水気あるので、火がなくて、でこの彼も冬の生まれで、わりかしこう水で火がないんですね。これ火の絵と火の戸が、なのでもうサウナ、温泉というよりはサウナっていうのは、サウナの方が蒸発して乾いてるからなんですね。なのであったかくて、まあ乾燥してるサウナがお好きなのかなっていうような感じです。そしてですね、じゃあまあお二人の総合的な相性ですけど、お顔40点で、空房が20丸、そしてまあスター星の彼女と、まあ本物のスターの彼ではまあ丸ですね。でお二人とも趣味でサウナが好きってことで、ここが丸なので、まあ割かしいいんじゃないかなって感じです。で、まあちなみにですけれども、まつわる人間関係です。この方の相方の八木さんがサルトリのスターですので、まあ一緒ですね。サルトリのスター星で、で、この元カノのアーチャーもトラウ空母になります。サルトリとトラウはもう非常に、まあ、空気感が似ていて相性がとてもいいですから、まあ気を使わずに付き合える関係になるんですけれども、それでこのアーチャーの今の彼
がですね、この方と別れてすぐ、まあ今付き合ってるかどうかわかんないんだけど、この方と別れて、その後に付き合った男性がまたサルトリなんですね。まあ、こことここ。そして、まあ、アーちゃんといえば、まあ、ノッチがまたサルトリ。で、カッシーカさんもトラウなんで、もうこの、中でだけのグループなんですね。そしてこれを、まあ、まとめてるプロデューサーの作曲家の方もトラウ空母のスターボスですから、ここで、キャリーパミュピャミさんもトラウ空母のスターボスと、そして、昔この3名 の、 作曲家をされてたってパッパラ河合さんもトラウ空母ですので、もうここだけで固まってる人間関係だなっていうのがすごく印象的な方ですけれども、で今の大運ですけれども、この高橋さんが2013年からおつとりが来ていて、これまあエロスが増えて変化の調整で、まあ女性的な彼のこの面識にとっては変化でも結婚だったり恋愛だったりがお盛ん、調整ですからお盛んになってて、で2023年の切り替わりのこの今の1年ぐらいの切り替わりの時に木の絵の猿が来て、この木の絵と2つある土の塔がもう貫合してますので、これだけでももう大きなターニングポイントなんですけれども、ここに中は今年のサルトラの中はあるもののですね、大運も生還、そして、今年の年運も生財ですから、もう生還生財変換と、このなったらもう結婚、もういつ結婚してもおかしくないという時に結婚されたっていう、で、まあ、男性は生財で結婚される方が多いです。そして、奥さんの大運、2021年から土の問いの、陰樹の病、そして年運が水のエトラの食人の絶ですから、まあここがまあ死亡してますね。死亡して、そして陰樹と食人ですから、なんかゆるゆるな感じ。そして病と舌ですから、ふわーっと、ゆるいふわーっとした雰囲気に飲まれて、この死亡で、まあ、環境に飲まれて、まあこういうことになったっていうような感じです。そしてじゃあ、サルトリ空母の人の基本的な性格です。笑いが取れない芸人さんが非常に多いのが、まあ、以前の動画見ていただければ分かりますけれども、笑いが取れない、そして空気が読めない、身内乗りで、仕事より趣味の17歳ぐらい、人間の年齢で17歳ぐらいのキャピキャピソワソワした安定感のないタイプ、すぐ飽きてすぐ逃げるタイプになります。そして言葉足らずで表現ベタな人が多いです。そして趣味の話だと表現ベタで言葉足らずなんだけれども、趣味の話になると途端に饒舌になって、それ話が長くなって、そういう方いましたね。お墓の隣に住んでるっていう芸人さんもね、サルトリのスター星で、急に猫か犬かななんかの話になるとものすごい話しだすっていうね、そういうことです。そして異性と付き合うときは無名か、もしくは隠した、ものすごい隠したと付き合うというのがサルトリ空母の特徴です。まあこれなんでこういうことになるかっていうと、自身は頑張りたくないっていうのがあるので、あんまり上だったりとか、まあ目上の人だったりとか、自分と同じなんか戦ってるような、芸能界を戦ってるような人だと疲れちゃうっていうのがあるから、家の中ではちょっとゆるゆるで抜きたいっていうのがあるんだと思います。なので、まあ、本日はこういう感じになりました。最後までご視聴いただきありがとうございます。よろしければグッドボタンとチャンネル登録お願いいたします。フラワー占いチャンネルでした。